はい、楽天の昔話を楽屋で哲平さんがただゆるゆると喋るだけの番組、今日も始まりましたよ。今日はですね、前回から引き続き来ていただいてる、楽天取材班のエース伊浜大輔記者に来ていただいております。お願いします。お邪魔してます。よろしくお願いします。もはや準レギュラー化しつつありますね。伊浜さんは先日まで監督を務められました石井和久さんとね、非常に取材された記者でですね、仲がいいということです。そうなんですよね。私は思ってます。思ってますね。で、石井さんといえばやっぱり皆さんすぐ思い出すのが、3位は B クラス発言ですね。いきなりぶっ込みますけど。混むな。出しかなくそれいきますね。もうイコール3位は B クラスっていうね、はい、これね、そしてこの発言を、退任される時ですか、石井監督が。はい、普通そういうね、ちょっと繊細なしんみりした感じのね場面でなかなか聞けないんですけど、そういう突っ込んだ質問をする記者がここにいてですね。あ、俺ですか、はい、俺ですか、まさかの。はい、それがですね、先日、はい、家屋新報にコラムとしてまさに3位は B クラスというタイトルで掲載されたんですけど、これ伊浜さん、なんでそのタイミングで石井さんに聞いてみようと思ったんですか。いや、まあちなみに聞いた時も石井さんには第一声で、はい、今それ聞くのって言われた。まあそう、ね、最後ちょっとお別れの場面でね、まあ球団での思い出とかいろいろ話されたんですけど、うんうん、まあ私聞きたかったのはやっぱここだったんですね、うんうん、まあなんでかっていうと、うん、こう2019年それこそその平石監督が、うんうん、でしたね、辞めるって時に、うん、この3位は B クラスっていう言葉すごい聞いたと思うんですけど、うん、はい、うん、ちなみにあの日私は平石さんの退任を受けて街の人がどう思うかっていうのを聞きに行ったんですよ、はい、その楽天取材、当時の楽天取材班は監督の話とかいろいろ聞きに行ってる、はい、じゃあ僕はっていうので、うん、道行く人に、うん、じゃあどう思いますって、どう思いますって聞いてもらったんです、うん、まあ皆さん反対してたんですけど、でその時点では3位は B クラスっていう言葉全然なかったんですよ。退任が確か11日ぐらいに公になって、うんうん、でこの3位は B クラスってもともと本当の発言は、うん、その3日ぐらい後の秋季練習の初日なんですね、うんうんうん、秋季練習の初日に、うん、あの集まった時ですね、まあ、そう石井、当時 GM の石井さんが、うん、まあ、選手たちに向けて、うんうんうん、まあ開いた3位は A クラスじゃないみたいなニュアンスで語って、うん、そこに満足すんだよっていう意味で言ったのが、うんうん、まあ自分が今楽天担当やってます、うん、いろんな人の話を聞きます、うん、っていうと必ず皆さん言うのが、うん、まあ、石井さんは3位は B クラスって言って平石さんをクビにしたっていう話になるじゃないですか、くっついちゃったんですね、ガッとくっついて言われてるから、いやちょっとそれ違うんじゃないかな、うん、かといって本に何も言わないし、うん、言えないですよ、ね、いやいや違うんですよ、ね、言えないですよね、そうなんで、最後に言いたいんですけど、3位は B クラスあれってって言えないですよね。まあ、まあ、最後じゃないにせよ、うん、まあいろいろチャンスあったかもしれないけど、うん、ずっと言ってこなくて、うん、もう完全に3位は B クラスっていうのと平石さんの退任っていうのも全部セットになってしまってた、うん、でそれはなんか自分の中でこうしっくりこないもんだから、うんうん、聞いてみようっていうのが真意だった、うん。なるほど。それで最後の、その、退任会見の時。はい、はい。まあ、囲み取材という形だったんですけど、はい、なんで会見しないのかなと思ったから、まあ、囲み取材という形だったんで、ざっくばらんに聞いてくださいって言うから、はい、最後にそれを投稿すると、うん。生ぬるい、こう、質問ばっで、ちょっともやもやしてるんですね。一応断りたんですよ、はい。真面目なこと以外聞いていいですかって。いいよっていうから。まあ、それでこう話されてようやく、うん、ただまあそこでも変わらないというか、うん、まあ別に僕がそうやって攻撃されるのは別にどうでもいいしみたいな、うんうん、もうつけんのに喋っちゃうから、うん、まあ、誤解を解いてもらうタイミングを、うん、まあね、伊浜さんがちょっと勇気を出して聞いてみることによって喋ってもらえるかなっていう、はい、そういう質問だったんですね。まあ、そうですね。うん、いや、本当ですよね。よくぶっ込みましたよね。勇者ですよ。いやいや、素晴らしいですよ。記者の鏡ですよ、うん、本当に。周りのこう記者さんたちからも、うん、
よく聞いてくれたねって言われたんです。ねえ、だから、あれがね、退任会見の時の最大のトピックスに、ね、なってますもんね。うん、しかもみんな夕方にバーッと出しちゃったんですよ。乗っかって。やられたと思って。伊浜さんよりも先に出しちゃう会社まであった。だから、それで大体みんなこう、夕方にボーってネットで出しちゃったんです。はい。で、しょうがないから僕次の日に乗っける紙面で、もともとそんなメインのトピックとして使うつもりなくって、うん、まあ、石井さんの人となりでも伝えとこうかなぐらいの感覚だったから、うん、コラムとして、短いコラムで出したんですけど、うん、前文だけ書き直して、自分が尋ねたって、わざわざ。なんとかで、その退任時の囲みで語ったっていう形にしないで、うんはいはいはい、自分が尋ねましたよって、俺が聞いたんだよっていうのだけアピール。出所俺だよってね。出所俺だよだけアピールしました。うん、はい。それだけはなんか言っときたくてって。で、なかなかね、ご自身で3位は B クラスっていうことについて、おっしゃってこなかった石井さんは、その時、伊浜さんの問いかけに対して、どういう答えをされたんですか？あ、だから、その、さっき話した通りで、まあ、大きく離れた3位っていうのは、あ、まあ、そうね。まあ、ごめん。B クラスみたいなもんだから、それで満足するなよっていうのを選手に促すために喋った言葉であって、別に平石さんで喋ったことでもないよぐらいの感じのことで。あの年のパリーグ6球団の、まあなんていうか、勢力図的に言うとそうだったってことですよね。まあだからよく言う。7ゲーム差ぐらいでしたっけ？よく、ですよね。よく言われる言葉だったら、2強4弱みたいなね、感じの、その、そういうニュアンスだったってことですよ。まあ問題は今年その倍ぐらい離れたってことですね。オーマイガー。今年 15.7ゲーム離れちゃったから。まあね、年にいろいろ変わりますからね。そういう趣旨だったというのは言えたんで、まあ満足なんですけど、はい、まあなかなかご本人がそのカメラに映った発言とか自分がどういうふうに見られるとか、そういう意識が結構無頓着な感じのね、それは感じますね、全く気にしないですよね、全く全然なんかそれがどうしたのみたいなぐらいな感じで、本当にテレビカメラ前とかこう、事務記者さんで発言したりするんで、あそこのこう姿でだいぶこうちょっと違うと、あれはありますよね、なんかギャップが、普段と、今これだけでも汗かいてる俺ちょっと見習いたいぐらいですからね。こう本当ですか、汗かいてますか？めっちゃかいてますよ。全然かいてるように見えないですけど、やばいっす。いや本当にこう自分をよく見せようとか、自分をかっこよく見せようっていうのに、無頓着というか興味がないというか、自然体なんですよね。そうですね。それはやっぱり伊浜さんはそういうふうにあれにも言ったんでしょ？石井さんにもそういうこと言ったことある？なんかいつもその、この会見って、試合後の会見、YouTube でも流れるんだから、残るからもうちょっとなんかにこやかに答えた方がいいっすよって、見ててこっちがハラハラするぐらいなんで、近くで、っていうと、いやーそれ家でも怒られるんだよね、まあ奥さんも本当に他人事だね、他人事、いやそれ気をつけようと思ってんだよとかじゃなくて、よく怒られるで終わっちゃう。なるほどね。まあおおらかなんですか。おおらかですかっていうんですかね。でもその、全然なんかこう、あんまりいろんなこと考えないっていう感じではないですもんね。確かに、そこに関しては確かに無頓着なのかなっていうふうに思うんですけど、でもまあ、自分のことだったり、周りの人のことって結構よくしっかり考えてるし、それを言うか言わないか別にして、結構言わないことも多いのかなと思うんですけど、でもコミュニケーションとかも結構頻繁にされるし、自分からこう、コミュニケーションを取りに行くタイプですよね。なんか監督っていう立場になっても、なんかコーチ陣にあれ言っとけみたいな感じじゃなくて、自分からこう、聞きに行くっていうか、で、こういうのは言ってたよ、みたいな、マジですかみたいな感じのやりとりは、まあ何度かありましたね。まあ自分でね、直接やりとりすることによって、こう、やっぱり間違いないコミュニケーションを取りたいっていうね、タイプなんでしょうね。で、ね、負けた試合とかの、次の日とかの練習の時になると、大体こう、打たれたピッチャーの子とかを、と二人で話してるとか、いうシーンをよく見ますね。そういう時も、まあね、ピッチャーの方、どういう話してるか分かんないですけど、多分あれですよね、お前、
しっかりしろよこの野郎みたいな話はしてないですよね。うん、すごくこう理論的な話というか、うん、あれは昨日はこういうとこがダメで、うん、こういう風になったら良くなると思うよみたいな感じの、多分そういう建設的な話をする方なので、いつも。メカニックとか。メカニックとか、はい。感情はぶつけない人ですね。うん、意外と理論派。理論派ですね。だから野手に関しても、まあ、まずはでも一番最初の、この、ファーストタッチは、僕はピッチャーだから、野手のことは基本的には任したし、いろいろ教えてくれって言われて、なんかすごい恐縮だったんですけど、いやいやとか言いながら。でも、こう、本当に、任せられてるっていう感じもするし、でも、その別に完全に任せてるわけじゃなくて、自分はこう思うんだけど、どうなのみたいなっていう、質問も投げかけてくださるし、勉強熱心だなっていう意味もすごくありましたですね。だからこうやれよみたいな、こうなんだみたいな。上からみたいな。は全くないですね。まあ、土屋さん2020年、21年がバッティングコーチでね、はい、石井さんとやられたわけで、なんか退任される時も土屋さんがね、はい、まあ、土屋さんの意向で、ちょっと辞めたいみたいな話だったじゃないですか。はいはい、なんかその時も、遺留されたというか、ああ、そうなんですか。なんかね、優しい対応されたっていうふうなことを伺ったのがありますが、はい。そうです。最終的には、その僕のその意向を、まあ、飲んでくれてというか、やりたいことあるんだったら、じゃあいいよ、そっち行ってらっしゃいっていう感じになりましたね。でも、その、まあ、最初に、ちょっと来年、はちょっとっていう話をしたときに、いや、もう一回ちょっと考え直してくんないみたいな感じの言葉をいただいたときは、やっぱり、まあ、嬉しかったというか、まあ、自分から言っといてなんなんですけど、ありがたかったですよね。なんとなくまたタイミングがあったら帰ってきたいなとか、なんかこうね、いい関係のまま終わるっていう部分ですね。はい、なんだみたいな感じは全くなくて、ああ、でも、そっかって残念だけど、やりたいことがあるんだったら、じゃあ、もう、残念だけど、いらっしゃいみたいな感じで送り出してくれたんですね。なんかもうお二人の話聞いてるとね、今まで本当に石井さんってちょっと世の中から誤解されて、なんか冷たい人みたいに思われてたっていうのが、なんかちょっとね、イメージ変わりますね。まあでも半分自己責任だと思いますけどね。自業自得というかね。よく見せようと思えば多分見せられたと思うんだけど、まあね、あえてそれを選択しなかった、まあ選択しなかった、しょうがない、気のせい。まあ気にしないんですよね、そもそもやっぱり。まあ、監督として、GM としてね、チームをお支えになってこられたわけですけど、まあ、その功績なんかについては、また改めてお話しできるときに、しましょう、はい。ということで、今回はこのあたりで。はい、